た来た。まあ抜けないわね。リンク。お。あとを託します。あなただけが最後の希望。どうか。お。うたた寝しておったようじゃのう。ん？主は？あ、これってさ。おお、やっと現れたか。百年の時、主がここを訪れるのを待っておったぞ。いささか待ちくたびれてしもうたがな。あれ、時の金が出たんじゃないこの木って。だが、主の方はやはり覚えておらぬようじゃな。わしはこのハイラルを見守り続ける者。皆からはデクの木と呼ばれておる。さすがに覚えてるよ。それは太古の女神が作られた武器。選ばれし騎士のみが持つことを許され、厄災を打ち倒せるという大魔の剣。そして百年前、それを手にしておったのは、他ならぬ主なのだ。だが気をつけろ。その剣を手に入れようとする者剣自身に試される。今の主に果たしてそれを抜けるかどうか。あ、なるほど。もし主が衰えた体のまま引き抜こうとすれば、立ちどころに命を失うことになるな。楽しんどるな。気をつけるがよいぞ。このじいさん楽しんどるな。これ多分抜くのがなんかミニゲームみたいになるな。きっと失敗するとダメージ食らうんだ。よいしょ、よいしょ。とりあえずセーブしよう。なんだろう、多分ね、なんかタイミングとかでキュイーン、キュイーン、キュイーン、バシーンみたいな。何だよね。あ、普通に何ハートの数試されるわけか。抜いとけ。ここまでじゃ。あそう、頑張りゲージ貯めとく場合じゃなかったね。なんかね、あの感じからするとかなり足らんよ。あ、ほんで、ほこらほこら。ほこら。うい。なんかハート1個増えるためにここ来ないかんかもしれない。祝福。あ、違うね。命運は星の数？星の数10個。で、こっちも10個、玉が2個、1,2,3,4,5 と増えておりますね、この青色の食材は。あ、ここにヒントがあるの。星を眺めよう、その数が海を開く。あれか。さあ、てめえ。
ボールは両サイド2個ずつか。なるほど、この壁には模様が2つずつだから、まあ、ボールが2つずつっていうのと関係ありそうだね。ただ意味がわからんのだよな。あの位置と、まずこれと同じ模様がないんだよな。あるか？ないよね。あ、これか。右下にあるの。まあ位置的にはね、これなんだよな。これか、この上。その数。ああ、数。数だから、あれでいくと、1、2、3、4、5、6、7ってこと？じゃあ、7に支援いいわけ？ああ、でもそうか。ここは2の列とか、3の列でしょ？ 4、5っていうことでしょ？ 1、2、3、4、7、7。どうやったら7になるのっていう。よっ！どうしようさ。だいたいね、おってなるんだね。そういうことか。全然その気配がないんだよ。それが訪れる。でもこれまでも解けなかったやつがないんだよな。だから解けるはずなんだよ。この数を動かせるとか。あ、そうだそうだ。アイテムもね、試してないね。まあそれはそうだよね。意外にカメラだったりして。わからん。あれ7個でしょ、あれ3個でしょ。あっ、ちょ待てよ。これとこれが一緒なんだよね。3、とりあえず3と4で分かれてるね、あれ。まあこんなんで当たってんのがね。でこれも1、2、3、4、5、6、7。うわ、いきなり7個じゃん。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。パニックだね。違うな、解き方が違うな。多分やばい、本当にギブアップしちゃいそう。その数って言われたもな、10個以上あるよ。なんかマスターソードで浮かれていた気持ちが一気にズドンと落ちたね。うえ、マジ、これ解ける人いるの？数ね、大きいやつとちっちゃいやつがあるよ。大きい数を数えればいいんですかね、先生。それでいくと、これは1個。はい、1個です。もうそれ以外ないよ。もうそれ以外ないよ。これは大きいやつが、1、2、3個じゃない？もう、これじゃなかったら本当もうわかんないね。1、2、
どれを大きいとするかだけどね。1、2、2個じゃない、大きいやつ。じゃあとりあえず2個。もう知らん。もうこれで違ったらほんと帰るから、もう帰る。で、一回コルブの実あげてポーチを大きくするから。1個じゃない、これ。はい。テレレレレレレン。一個じゃない？もしかして。やたらでかいやつが一個だな、あれ。なんで？これ二個目にカウントしようか。いや、違う。そう、なんか霧がかってね、ちょっと見えにくくしてるところもね、なんかあるんじゃないかな。まあそりゃそうなんだけどさ、数あっかん、本当に分からん。もしかしてさ、同じ星座の数ってこと？そうじゃない？あ、これ5個あるわ。これ、このちっちゃいやつ。そういうことじゃないですか？多分。3個。そういうことじゃない？あ、3になってるね。あの、複雑さんが、複雑さんなんかある。1個。まあ、これでしょ。もうこれじゃなかったら、それこそ本当に。お！合ってた。で、これ多分本当2個しかなかったんだって、あれは。一番右端のやつ。いやー、よかった。もう壁にのめり込みたい気分だな、これ。一体化したいね、壁に。いやー、すっごい気持ちいいね。いや、でも、あ、そうか。まあ、単純な話だよね。いやー、そう来るか。いや、これはマジで難問だったな。え、これさ、あ、そういうことないってピョピョピョって解く人いるんだろうね、多分。ちょっと待って。またなんか解けと。何？また壁があるやんか。ういっす。ういっす。421になってなかった。それはね、1個解ければそれは2つ目は大丈夫ですよ。来た！立ち向かう者の心まで砕いたと言われる。いいね。いい表現するな。じゃあこれで4つ目なんで、これで、ハート増やして、もう一回抜いてみましょうか。それで終了します。ちょうど1時間ぐらいですからね。まあ、そうだよね。聖剣伝説みたいにいきなり引っこ抜いたらね、なんか感動も。あ、それを言うと聖剣伝説をディスっちゃってるな。まあ、やっぱりマスターソードたるもの、まずは見つけるところが1個目の試練、そして抜くのが2つ目の試練だね。そんな気はする。多分ね、あと3個ぐらい足りないんだよね。でもね、試したいんだよ。試したいんですよね。なんたってマスターソードですから。もう多分1個増えるたびに来るよ。ほら。よし。いいね、この踏み込み。これがスマブラの技になるんかな。引っこ抜くっていう技。ほら。いいね、いい感じ。あ、やっぱまだ足らん。え、しまった、しまった。ちょっと待った。え、そこまでって言われると思ったんだけど。セーブしちゃったっけ。あ、焦った。どっからかと思った。ほこらまたやるとかってなったらね。はい、ということで、もうポーチも増やしたいし、いろいろやりたいことはあるんですが、ここまでにしようかなと思います。まあ多分ライブ配信以外でいろいろ進めるかな。
でもこれ抜くところはもちろんライブ配信にしたいんで、まあ、ハートいっぱい増やしておいて来ようかな。いやこれかっこいいね。ちょっと早く持ちたい。この背中にね、これも砕け散るんかな耐久度がとか言って壊れそうだってなって投げて最後なんか終わっちゃう剣なのかな。まさかね。リンクも気になってしょうがない。はい、ということで、今回の配信はここまでとさせていただきます。ぜひショールームの方のフォローをお願いいたします。 YouTube の方も、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと Twitter の方もやってますので、そちらのフォローもお願いします。次回の配信でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。あ、やばい。自分の好きなヒグラシが鳴いてるなんて素敵な場所じゃないか。